どうも。名前とかなんか特徴が似てる感じして、そこのチームのがっつりファンじゃないと、あれどっちがどっちだっけってなるチームあるよね。どうも、ジミーリオソフトボールでーす。はい、僕で言いますとね、ウエストハムとアストンビラとか、なんかユニフォームの感じでね、どっちだっけっていうのとね、スペインだと、レガネスとレバンテとかね、レで始まるチームで覚えちゃってるのか、あれ、エンネシリンのどっちだっけみたいなね、ホセ・ルイス・モラレスインのどっちだっけみたいな、そういう風になります。というわけで始まりました、トークサフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、本田圭佑ですね、新天地フィテッセでのデビュー戦語りました、飾りましたけれども、語っちゃいけないですね。喋るのは僕だけなんで、飾りましたけれども、そちらのですね、本田圭佑が、オリンピックね、東京オリンピックのメンバー入りを目指しているっていうのは、まあ皆さんも、ご存知の方多いと思います。なんでその本田圭佑が、本当にですね、オリンピックの、まあ日本代表に必要なのかどうなのかというところも含めまして、今回はですね、フィテッセでの本田の今後、これをですね、分析していくことによってですね、フィテッセでの本田の今後がですね、最終的には東京五輪につながりますから、この分析を通してですね、日本代表に還元できるですね、情報だったりですとか考察をお届けできればいいなというふうに思います。というわけでいきましょう。まずですね、フィテッセ、2対0でこの試合敗れてしまいました。本田圭佑、トップ下での出場でしたが、まあいろんなところに動き回っていましたね。その中で今回ですね、先日の、こちらのね、2番に行く前に1番のこのスルツキ監督、このですね、スルツキ監督と本田のですね、歴史を紐解くところから始めたいと思います。これを紐解くことによってですね、この2番3番はピッチ内での本田の役割の話になるんですけれども、この1番スルツキ監督との関係性を紐解くことによって、本田圭佑のですね、ピッチ外での役割が分かってくる。つまりフィテッセ、そしてですね、日本代表、オリンピック世代の日本代表で、本田がどういう役割を担うかっていうのが見えてくると思うんですね。それどういうことかと言いますと、スルツキ監督、もともとですね、本田圭佑が成り上がったですね、最初の、このね、南アフリカのワールドカップのメンバーとして、こう食い込むきっかけになった、チェスカ・モスクワの頃の監督なんですね。セビージャ相手に素晴らしいフリーキックを決めた時の監督なんですけれども、このですね、スルツキ監督の性格と、本田の相性、これがバッチリだなというふうに思うんですね。まずですね、今回、スルツキ監督の本田圭佑に対するコメントから紹介させていただこうと思います。本田は特別なクオリティをもたらす。彼には時間がない。まあ、加入したばっかりだという意味だと思います。中盤のすべてのポジションをこなすことができる。彼は中央でプレーする方がいいと私は思っている。だが、右のオプションもある。ウサマ、タンナールが離脱しているからね。彼、本田圭佑は東京五輪を目指している。それが彼の大きなゴールだと。ね、このね、本田圭佑に対してですね、スルツキが直接アプローチしたから、本田圭佑がフィテッセに加入したっていうふうに言われていますけれども、このですね、本田圭佑を、このスルツキ監督はチェスカモスクワ時代からすごく信用してるんですね。まずスルツキ監督、本田圭佑がチェスカにいた頃にですね、ボランチとして本田圭佑を起用しようとしていました。ただそこで本田圭佑ノーと言うんです。断ってしまうんです。その時にですね、ザコエフっていうトップ下の選手がいまして、本田圭佑の方がフィジカル的にも、そしてですね、左足のキックで、ロングレンジでですね、ゲームを組み立てるっていうところ的にもですね、結構当時のチェスカをね、見たことある方なら、まあ、本田圭佑ボランチいいんじゃないかとかね、日本代表でもその役割をやればですね、香川真司がトップ下に使えるとか、そういった説いろいろ出ていたんですよ。ただ本田圭佑は、ボランチを拒否して、なおかつですね、ベンチ外にされてもですね、自分自身は、この譲れないものがあるって言ってですね、このトップ下を譲らなかったんですね。で、本田圭佑はそれでもですね、監督とのコミュニケーションを取り続けて、最終的には本田圭佑がね、なんかのインタビューで語ってたんですけれども、スルツキ監督にですね、お前に任せたっていう風に言われて、こうチームに対しての指示だったりですとか、そういう哲学植え付けるみたいな、そういったこともやっていたみたいなんですね。なんで普通だったらここね、本田圭佑に対してスルツキがかなりですね、こう嫌悪感を示して、チームの戦力外にされるっていうこともあり得ると思うんですが、そういったね、まあ、いざこざと言いますか、このね、話し合いを経てですね、スルツキ監督に本田圭佑はですね、すごく信頼されていたんです。で、その後にですね、まあ、本田圭佑が、ま、ミラン行ってて、いろんなね、チーム渡り歩いて、最終的には本田が戻ってきたと。で、本田圭佑もですね、今回のインタビューでこういう風に語っています。チェスカモスクワの時は、今のスルツキ監督にボランチ転向を勧められていた。当時はボランチを拒否したけど、今回はそれを受け入れる。モスクワ時代にトップ下しかやらないと言っていたけど、その監督にボランチで使えということになるとは、その時は思いもしなかった笑って感じでですね、本田圭佑自体がですね、このスルツキ監督に今の自分をボランチで使ってくれっていう風に言っているんですね。で、東京五輪に向けてもですね、本田圭佑はその堂安だったり久保だったりですとか三好とか、そういった選手をですね、低い位置から操ることをですね、イメージしているっていう、まあそういった、コメントもしています。でですね、このスルツキ監督と本田、これだけの
対立じゃないんですね。例えばですね、前回のチェスク・モスカーの時にスルツキ監督に対してと言いますか、メディアに向けたコメントでこういうふうに言っています。試合後です。見てもわかるように、俺が出ないとチームが落ち着かない。俺が出てキープして、そこでようやく周りが押し上げられる。でもそれじゃ俺が点を取れない。そういうジレンマを抱えながら何ヶ月もやっている。試合に出たからといって今後強いチームに移籍するかしないかというのはあまり関係ないと思う。ほんまに強いチームだったらターンオーバーをやっていくのが普通だと思うんで、ということで、ね、これね、自分いなきゃダメだろっていうのとですね、本当に強いチームじゃないぞっていうのをですね、まあ暗にと言いますか、もうバシンってメッセージとしてですね、本田からスルツキ監督に対してですね、こうメディアを通して伝わってしまうような、そういったコメントをしてるんですね。だとしてもスルツキはですね、本田をまあ最終的には信用して、そして今監督になってるチームに本田を呼んでいると。で、本田圭佑、今回の試合の後にですね、こういう風にコメントしています。選手としてもしかしたらコーチ、これこのコーチっていうのはこのスルツキ監督のことですね、監督のアシスタントとしてということで、なんでスルツキ監督ね、もう本田をスタメンで使うって言っていましたけど、本田をですね、もうなんていうんですかね、チームの中心選手兼コーチとしてですね、このね、自分の横に置くアシスタントコーチとして呼んでるような、まあそういった信頼関係を伺わせます。なんでこれだけですね、なんていうんですか、こうね、セルフィッシュな感じの本田圭佑、この選手をですね、スルツキが使うかと言いますと、スルツキは本田をまるでロボットのようだと、こんなにストイックにですね、自分をですね、こう追い詰められる選手はいないというふうに言っていまして、言うだけのことをやっている男、それが本田圭佑って感じで、スルツキ監督は本田を認めていて、なおかつ本田のですね、ゲームプラン、そういったビジョンっていうところをですね、チームに落とし込んでほしいっていうのがスルツキ監督の狙いだと思うんですね。もう一つ、スルツキ監督のですね、器というか優しさっていうところもあるのかなって思うんです。そのエピソード紹介します。スルツキ監督、19歳の頃にですね、木から降りられなくなった友人の猫をですね、助けようとして自分が木に登って、それで落下してしまって、それで左膝の複雑骨折で選手生命が絶たれてしまったんですね。それで選手を諦めて、ポルコグラード国立大学と、ところに入学して指導者の道に進んだと。なんでですね、スルツキ監督、尋常じゃない、もう優しさがカンストしてるんですね。なんでそういったスルツキ監督なんで、本田圭佑のですね、そういった、まあ、責任感を持ったわがままをですね、まあ、許せると言いますか、そこを汲み取った上で、チームの中心として置けるっていうですね、そういった、まあ、ベストパートナーな感じがあるなというふうに思いました。現にですね、本田圭佑、まあ、例えばですね、自分自身が、アンダー世代として出たオリンピックでは、ソリマチ監督のですね、指示を、まあ、無視する形で3戦目のオランダ戦、ソリマチ監督が、オランダはですね、このボール回しが上手いから前から行くなっていう風に、行かなくていいっていう風に言ったのに対して、いや、それでも自分の考えは違ったって言って、チームメイトにですね、まあ、自分のプランを説明して、前から行って、まあ、それで敗れてしまったわけなんですね。なんでかなり造反とかいう風に言われましたし、ハリルホジッチの時もですね、本田圭佑の考え方とハリルホジッチの考え方が合わなかった。またハリル、ホジッチだけではなく、ザッケローニの時もですね、そのね、矢野さんの通訳日記という、ザックのですね、チーム内のことを書かれている本があるんですけど、その中では本田圭佑が両サイドバックを上げたいっていう戦術を言っていて、ザックはですね、自分が言った戦術をやってないうちに、なんでそんな、この、最低限のことをやらないうちに戦術を変えようとするんだみたいな、そういったところでちょっとね、この心の、隙間が、できたみたいな、そういった描写がありました。なんで本田圭佑、自分自身の考えはですね、バシンってありすぎて、監督と逆のことも平気でやれてしまうんですね。それは正直ですね、選手としては越権行為だというふうに思う部分もあるんですが、そういった強烈なパーソナリティがあって、ストイックな選手を使いこなせると、またそれはですね、いい方向に向くと。それが今回のですね、西のジャパン。例えばですね、岡崎が、牧野は話を盛る癖があると言いましたが、牧野は本田圭佑の、代表だったっていうふうな、そういったコメントを出していますし、手倉森監督もですね、自分自身の、本の中でですね、その本田圭佑自身が、監督のように振る舞ってきたし、西野監督もそれを容認していたみたいな、そういった話もしていますので、このですね、自由さを許してくれるような、まあそういった優しい系監督っていうんですかね、そういった放任主義系監督と本田圭佑の相性はすごくいいんだろうなっていうふうに、そういうふうに僕は思いました。ではここからはですね、戦術上の役割の話していきたいと思います。はい、戦術ボード、後ろにね、ホワイトボードがあるんで、もう載せるもんないんで自分で持ちますけれども、このね、本田圭佑、4-4-1-1のトップ下のようなこういったところに入りまして、まあ相手のビルドアップの時にですね、これボールじゃないですね、左サイドバック、ビルドアップの時にですね、ちゃんと低い位置に降りてきたボランチを切りながら出ていくみたいな、そういったね、まあ日本でいう岡崎だったり南野のような役割を、していました。でですね、こういった守備の時にはこの役割が多くて、またですね、サイドハーフの選手が出ていった後なんかこう埋めたりとか、またボランチが出ていった後なんか埋めたりとか、まあこういった役割をしていたんですけれども、これが守備の時の本田圭佑の役割なんですね。じゃあ攻撃の時は、どういった役割をしているのかっていうところで、先ほど、こちらに書いたみたいに、トップ下とアンカーとモノマネ、このアンカーの部分、このね、後ろからボールを回す際ですね、本田圭佑はここ降りてきてこの位置を取ります。
そこでボールを引き出すこともしますし、本田圭佑自身がコーチングして、このね、サイドに振らせたりとかそういったシーンが見られました。ただこの時にですね、本田が降りてきた分高い位置を誰が取るのかとか、このね、ウイングの選手が中に入ってそれによってサイドバックが高い位置取ってみたいな、ここのスムーズさっていうのはまだ見られなかったんですね。なんでこの辺がですね、今後改善される部分として、本田圭佑自身もですね、どんどんチームが良くなっていくよっていう風に見えてる部分だと思います。でもう一つですね、これはアンカーっていう今言った役割なんですけれども、4123の1のところ、今度モノマネ。これモノマネってどういうことかというと、本田圭佑がですね、自分自身参考にしている選手でボランチの選手誰を挙げますかって言われた時に、チャビって言ってるんですね。元バルセロナのチャビエルなんです。チャビのプレーってどういったプレーしていたのか、それですね、右のインサイドハーフだったんですけど、チャビはサイドバックが上がっていって、それによって相手のサイドハーフがついていきます。ってなると空いてくるこのスペースありますね。ここに降りていって、ここからゲームメイクしていた。それによってこうメッシが間で受けるときに出しますし、こちらのねサイドバックのダニアウベストコンビネーションしてっていう、この右の関係性がすごく良かったです。これをですね、本田圭佑はトップ下から降りていってこの役割をやっていました。なんでこの本田圭佑のですね、まあボランチとしてこの右のサイドバック上がった裏で受けるこのね、役割のモノマネ、このねモノマネからやっぱり模倣からオリジナルっていうのはどんどん生まれますし、本田圭佑の場合左利きですので、チャビとはまた違う角度でパスを出すオリジナリティが出てきます。こういう風にね、本田圭佑のなんていうんですかね、こう、勉強熱心なところ、そしてお手本から貪欲に吸収、できるところがこういった動きに出ていったなっていう風に、僕は思いました。最後はピッチ上で起きた現象と伸びしろ、この話をしたいと思います。どういった現象が起きたのか、ここからはですね、画像を使って説明します。はい、まず9分24秒攻撃のシーンですね。先ほど言ったようにサイドバックが上がって、それによってできたスペースにですね、こうチャビのような感じで、最近で言うと、まあ、左サイドバックマルセロとかメンディ上がったところにクロースが降りてく、クロスロールとかこのチャンネルでは呼びます。そういった役割で降りていって、本田がですね、こう内側のね、パスを出せるようにこういったね角度を作ります。そして次のシーン、はい、軸足とは反対側の方にボールを置いてるんで、相手が飛び込み見にくいんですけれども、こういったですねパスコース、このですね左足で本田が出せるようなパスコースにですね、人がいないんですね。この選手なんかはここのパスコースを塞がれているところに立っていますので、なんで今後ですね、本田圭佑がこのサイドバックの裏にですね降りてくるような、こういったところに降りてくるときに、くさびのところにね顔を出せる選手っていうのが増えてくればいいなって思いまして、後半ねここに顔を出す選手がちょこちょこ出てきたのがですね、今回の収穫なのかなっていうふうに思います。で続いてですね、43分のシーン、これ降りていくタイミングですね、先ほどですね、お見せしたフォーメーション図でですね、スパルタロッテルダムの、選手が、この4312のフォーメーションに当てはめられてたと思うんですけど、この4312の1の10番、これですね、ダブルボランチの一角のようになってたんですが、なんでこういうになるかというと、ここでは21番のベロッテ選手がこう受けようとしてるんで、そこにですね、この10番の相手の選手がですねつこうとしてるんですが、そういった4312になるんで、一人のね、トップ下でですね、二人のボランチは抑えられませんね。ってなると、その横に降りていくのが本田圭佑っていう感じでですね、リバプールでいうフィルミーノとか、ちょっと前のね、スパーズでいうエリクセンみたいに、こう、誰がついていけばいいかわからないところに前線から降りていくことによって、このボールを引き出して、次の展開につなげるみたいな。なんでこの後展開して、このね、隙間にいる10番の選手にパスを出して、この時にですね、この選手が止まって受けていたんで、プレスバックした選手たちに潰されてしまいますが、このようにですね、本田圭佑が降りていく、先ほど言ったように前に出ていくボランチの選手がいるみたいな、このね、入れ替わりの、縦の入れ替わりの関係っていうのが整備されてくると、もっと面白くなると思います。そして最後は守備面です。はい、3分35秒のシーンでして、この本田圭佑、さっき言ったようにね、中盤の選手にボール出されないように寄せていくシーンなんですけれども、ここでですね、周りの選手が例えばこっちにちょっと寄ったりとか、ボランチの選手がですね、この降りていくですね、まあさっき言った、トップ下のような役割もする、ダブルボランチの一角の10番の選手に、こう他の選手が前にスライドしてですね、ついていかないですね。前にフォワードたちが行ったら、その分陣形全体的に押し上げなきゃいけない。パスコースが切れていないんだったら押し上げなきゃいけないっていう、そういった現象があります。なのでその辺がフィテッセの場合ですね、この降りていく選手をですね、開けてしまって、このように、はい、こう出されてこうみたいな、こういう展開がすごく多いんで、本田圭佑とツートップに合わせた守備、コースが切れていない時は前にですね、中盤の選手が出ていくっていう、まあそういった役割をすることが必要だと思います。というわけでまとめましょう。まず個人としての伸びしろですね、本田圭佑自身の伸びしろとしましては、広いスペースでの1対1 4-4-1-1 のところから他のね選手たちが空けたスペースのカバーリングとかにも本田圭佑献身的に参加するんですが、そこで振り切られるシーンとかありましたので、この辺は試合感もありませんでしたので、どんどん伸びてくる部分だと思います。あとはスプリ
リントの緩急ですね。ゴールキーパーだったりセンターバックにプレスをかけるときに一定のスピードで寄せますので、そこをですね、寄せないふりして一気に寄せるとか、ボールが移動してるときに一気に寄せるみたいな、結構中村健吾とかうまい動きなんですけど、そういったところでですね、なんかずるいと言いますか、油断させたところから奪う守備みたいなのが見れると、もっと高い位置からの守備がハマると思います。あとはトラップの前に死角から寄せる選手への準備ですね。この、トップ下の役割でですね、ライン間でボールを受けるときがあるんですけど、その時にですね、ボール引き出してる最中に反対を向く回数がちょっと少ないなって見える時もあるんですね。まあその辺ももしかしたら試合感かもしれません。ってなると今回後ろからドスンって働いて潰されてしまったシーンがありますので、ボールの移動中に反対を向くか、もしくは受ける前にもっと首を振るかみたいなことがですね、こうできるようになるとというか、試合感を取り戻して多くなると、より一層ですね、こう輝く本田圭佑が見られるかなっていうふうに思います。で、チームとしての伸びしろですね。チームとしては本田が降りていった際の入れ替わり。そしてですね、両ウイングの選手。例えば奪った瞬間はサイドバックが高い位置いけませんので、両ウイングが一気に開いてですね、相手のサイドバックの裏をつくとか、逆にサイドバックが高い位置いるときは、中に入っていくとか、裏に抜けてですね、サイドバックにスペースを提供するとか、そういった瞬間瞬間の判断っていうのが、このね、どうしてもオランダの若手の選手って、ウイングに使われるとドリブラーっていうイメージになってしまいますけど、その辺をね、本田圭佑が、ドゥンビアだったりとか、バグレルラブにね、指示したみたいな感じで、チェスカ時代、ここのね、フィテッセっていうチームでも同じことを、おそらくセルスキ監督が期待して呼んでるんだと思います。あとは出し手のタイミングを測った動き出し、ボールを出せる瞬間にですね、呼吸を合わせて動き出したりとか、受けに来る選手がいるから、裏に走る選手がいるみたいな、そういったね、引き出しの動きとかですね、ボールを持った選手のところから、2人目、3人目の動きっていうのがないんですね。ボールを持った選手が顔を上げる、他の選手たちが動いてない、動いて後、こう、もらった後に考えるっていう、そのね、一人一人の個人のプレーが繋がってるってだけのチームに見えますので、チームとして崩すっていう形が増えていくと、今4連敗中ですけれども、ここから流れが変わると思います。そして、この東京五輪ということを考えると、本田圭佑のそのメンタリティ、若手を引っ張ってですね、コミュニケーションして、まるで監督かのように、振る舞うっていうのはですね、すごくチームに力を与えるというところがあります。たださっき言ったようにですね、こうなんですか、自分の哲学が強い監督だとバチンとぶつかってしまうっていうところも、かなりありまして、てなりますと、今の監督誰ですか？森保さんですよね。森保さんは、パチンってぶつかる系の監督かといったら、かなりスルツキ監督に近い、こうね、放任主義と言いますか、そういった監督と本田圭佑が合うっていうのは、まあ今ですね、証明した通りですので、って考えますと、パーソナルの部分で合いますし、一つ難点としましたら、さっき言ったように、前からはめる守備とかを、こうきちんとですね、ディティールを組んでやれるような、まあそういった、監督じゃない、そこは横内さんがアンダーは仕切るかもしれませんけど、同じような部分がですね、先日のコロンビア戦でも見えましたし、またですね、この、堂安だったり、久保だったり、そういった選手を操りたいっていう本田圭佑ですけども、この広い範囲をね、1対1で守備広い範囲カバーして奪い切るみたいな、そういった守備ができるタイプじゃないんですね。なんで多分本田圭佑自身がボランチにならなかったのもそういった理由もあるかもしれませんが、っていう風になりますと、今のですね、このフィテッセみたいに、守備の時には 4-4-1-1 で、時々サイドハーフとかボランチを埋めるっていう役割はしていて、ただ攻撃の時にはレジスタみたいな、そういった役割を任せないとですね、普通に守備の時に若い選手と本田圭佑で、中盤の守備が緩くなるって現象だいぶあると思います。ってなると、本田圭佑を中盤で使うんだったら、他のですね、まあ一人をかなり守備戦の選手にするか、もしくはですね、4-1-2-3 とかにしてですね、本田圭佑が守備の時には高い位置に行って、もう片方の、4-1-2-3 のね、インサイドハーフと、アンカーの選手で、低い位置を守るみたいな、シティのダビド・シルバーが前に残って、デブライネとロドリみたいな、こういった形を、本田圭佑と他の2人で作らなきゃいけなくなると思います。っていう風になりますと、久保堂安両方使うとしたら、4-3-3 でね、その2人使うとしたら、4バックにならなきゃいけなくなりますので、今までずっとやってた5バックだと、本田圭佑のボランチっていうのは、かなり危ういですね、戦術になる可能性があるなと思いまして、ただ、そのね、戦術っていうのがなさそうに見える、まあ、森保ジャパンというか、横内ジャパンというか、戦術がね、かなり緩い感じなので、てなると本田圭佑みたいに、ピッチ上でですね、選手たちに役割を与えながら自分も動くみたいな、そういったパーソナリティの部分ではラストピースになるのかなって思います。僕は本田圭佑がですね、ピッチの中にいる 4-1-2-3 をですね、こう、仕上げられる監督が来るのが一番ベストだと思いますけど、これは今の日本のね、サッカー協会の組織上ちょっと理想論だと思いますんで、一応皆さんに理想論は紹介しておいて、ただ今回ね、本田圭佑を東京五輪で使った場合にですね、起きそうな現象、そしてその解決方法も、させていただきました。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。イベントへのお越しもぜひともね、コメント欄の方から詳細見て、チケットご予約してくれたら嬉しいです。レオザフットボールでした。